こんばんは、クリミナルです。今回は日本のある事件をご紹介します。1998年12月12日午後1時頃、東京都杉並区に住む当時24歳の女性 A さんの家にある宅配便が届いた。 A さんは母親に友人から薬が送られてきたと言い、自分の部屋にこもった。そして午後3時過ぎ、A さんが部屋で倒れて痙攣しているのを母親が発見した。宅配便の中身は高さ7センチ、直径 2.5 センチほどの円柱状の携帯用防水カプセル。そこには10人以上の致死量に相当する 2、3グラムの青酸カリ入りカプセルが全部で6個詰められていた。A さんはそれらすべてを飲んでいた。送り状には日下部隆二という名が書かれており、品名にはEC と書かれていた。日下部は東京の私立大学の理工学部工業科学科に通い、卒業後は札幌に近い医薬品開発会社に就職。しかし彼はわずか1年3ヶ月で退社。彼は会社のボーナスの支給額に不満を持っていたのだ。会社を辞めた後、彼は旅に出た。単身でインドやタイに行き、自由を謳歌していた。その際彼はあるものを携帯していた。それはお守り。ただ、お守りといってもただのお守りではない。それは青酸カリだった。彼は青酸カリをお守りと呼んでいたのだ。日下部は1997年2月、医薬品開発会社に就職していたという立場を悪用し、薬品卸会社に青酸カリを売ってくれと電話。当時の担当者は断ったが、彼はしつこく頼み、青酸カリ 5g を660円で入手した。その後も彼は偽造した身分証明書を使い、薬局で水の成分分析に用いる研究のため、と偽って青酸カリを購入。最終的にその量は計 510g に達した。彼はいつでも死ねるという選択肢を持つことで、開き直って生きる術を見つけたというわけだ。この内容は当時ベストセラーになった完全自殺マニュアルにも同じことが書かれていた。日下部はこの本を読んでいた。ただ彼は仕事を辞めた後、自由を手に入れ幸せに暮らしていたかといえばそうではない。彼の知人曰く、彼は会社を辞めた後、うつの症状に悩まされていたらしく、自殺未遂を図ったことがあったという。その後彼は職を転々とし、事件を起こす前には塾の非常勤講師として働いていた。そのうち彼は都内在住の主婦が開設したホームページ安楽死協会にアクセスするようになる。そこでの彼のハンドルネームはドクターキリコ。この名前は手塚治虫の漫画ブラックジャックに登場するキャラクターで、安楽死を行う医師の名前である。日下部はそのサイトの中で青酸カリに関する知識をひけらかした。するとそんな彼が鼻についたのか、彼を誹謗中傷する書き込みが同ホームページ内に多くなされた。そこに美智子皇后というハンドルネームの女性が日下部を擁護する書き込みをした。その美智子皇后はこのホームページを立ち上げた都内在住の主婦で、これをきっかけにドクターキリコと美智子皇后の間で交信が始まり、同ホームページ内の一コンテンツとしてドクターキリコの診察室が誕生した。ちなみにこの美智子皇后も日下部から青酸カリをもらい受けている。ドクターキリコの診察室には様々な投稿欄があった。例えば自殺に関することや薬物に関すること、さらには心中相手の募集欄まであった。彼はこの場所で専属医師を気取っていた。ドクターキリコの診察室の存在は口コミで徐々に知られるようになる。なお日下部は1998年11月に掲示板上に自分の PHS の番号も公開していた。ドクターキリコの診察室には事件が起きた年の1998年11月5日から12月27日までに40人以上がアクセスしていたことがわかっている。ちなみにドクターキリコの診察室は12月27日に閉鎖されている。相談者たちは皆自殺志願者でドクターキリコに青酸カリを求めた。ただ掲示板内には青酸カリやシアン化カリウムという言葉は一切書かれていない。日下部は自分の中にある基準を設けていた。
それはうつ状態がひどく、長く通院、投薬治療をしてもなお回復の兆しが見られない人のみに青酸カリを提供するというもの。ある日、女性 B さんが青酸カリの販売を求めてドクターキリコの診察室へ相談にやってきた。日下部はメールでカプセルの成分に関する詳細な説明と、決してこれを使用しないこととする取扱説明書を送っていた。その後 B さんはカプセルを受け取り、それを持って富士の樹海に向かった。ただこの時 B さんは思いとどまった。そして B さんが思いとどまったことを彼に報告すると、彼は喜んだ。ああよかった。あれはね、本当に不思議なお守りなんだ。これまで複数の人に渡していたけど、結局誰も飲んでいない。みんなあれをお守りとして持っているんだよ。お守りの品質は5年くらいしか保証できないけど、僕は5年後にお守りが僕のところに戻ってくるのを待っているよ。その時はまた新しいお守りをあげる。これはどういうことかというと、日下部は自殺幇助のためではなく、自殺を思いとどまらせるために青酸カリを送付していたということだ。彼はその後も相談にやってきた人にお守りを送った。そして女性 A さんがドクターキリコの診察室にやってくる。彼女は7人目のお守り保持者となる。この A さんはホームページを開設した主婦の知人の知人である。知人から電話でドクターキリコの診察室を紹介されていた。彼女は精神的に不安定で、1996年頃から入退院を繰り返し、過去に自殺未遂をしていた女性だった。相談を受けた日下部は A さんに、決してこれを使用しないこととする取扱説明書を同封し、お守りを送った。彼は青酸カリ6錠を通常5万円で販売していたが、 A さんはお金がなかったようで3万円で販売していた。12月10日、日下部は A さんからの振り込みを確認すると、札幌駅近くのコンビニからお守りを送った。おそらく彼は A さんを助けるつもりだった。しかし A さんは届いた青酸カリ6錠を一気に口に含み、痙攣して倒れてしまった。A さんは病院にすぐに運び込まれ、治療に当たった医師は荷物の送り状に書かれていた日下部の携帯電話に問い合わせ、カプセルの内容を尋ねた。すると日下部はこう答えた。まさかあれ、飲んだんじゃないでしょうね。あれは非常に純度の高い青酸カリなんですよ。もし A さんが死んでしまったら、自分も死にます。A さんは助からず、3日後の12月15日に息を引き取った。そして日下部も同じカプセルを飲み、自ら命を絶った。偶然にも収容先の病院で亡くなった日下部の死亡時刻は、A さんの死亡時刻とほぼ同時刻であった。翌1999年2月12日、警視庁高井戸警察署は日下部を自殺幇助の疑いで被疑者死亡のまま書類送検した。自殺志願者を救うつもりだった日下部。ただ彼はお守りを渡した相手がそれを飲まないと思い込んでいた。しかし女性 A さんがそれを飲んだことで、彼も最後は自ら命を絶った。当時のマスコミは日下部のことを激毒のネット販売で荒稼ぎした闇商人であるとし、この事件の発端はインターネットで危険な情報ややり取りが氾濫しているという報道をしました。ただ A さんは知人との電話でドクターキリコの診察室を紹介されていたのでした。そんなマスコミの報道に反論したのが、ホームページの解説者、都内在住の主婦、美智子皇后で、彼女は日下部さんは被害者だった。一貫して自殺には否定的な立場であった、と主張したのです。日下部さんは被害者だった、という部分については、正直どういう意味で被害者と言っているのかは首をひねりますが、自殺に否定的だったということは本当だったのではないかと感じています。ただ結果的には彼が取った行動は自殺幇助へとつながってしまいます。最近ではこんな事件が起きています。難病の筋萎縮性側索硬化症 ALS の女性患者に対する嘱託殺人容疑で医師2人が逮捕されました。
逮捕された医師の一人は、患者の安楽死を金で請け負う漫画の登場人物、ドクター・キリコに憧れていた人間です。医師二人は2019年11月、京都市内の ALS 患者の女性に頼まれ薬物を注射していました。他にも海外で安楽死を望む別の難病患者の女性の診断書を偽造していた件でも追起訴されています。2010年11月に朝日新聞が行ったある世論調査があります。それは自分が治る見込みのない末期癌などの病気になって苦痛に耐えられなくなった場合、投薬などで安楽死が選べるとしたらというもの。この質問に対し選びたいという回答が 70%、選びたくないが 22%、その他が 8% となりました。なんと7割近い人が安楽死を望むという結果になったのです。欧米各国では安楽死が認められている国が複数ありますが、日本では認められていません。であるならば、日本においては他の方法で少しでも救っていくしかありません。また、ドクター・キリコ事件の被害者 A さんは自分が治る見込みのない病気にかかっていたわけではありません。もしかしたら治療を受け精神状態が回復し社会復帰できる未来もあったかもしれません。その A さんの未来を日下部が奪いました。彼は不正に青酸カリを入手し、それを自殺志願者にお守りとして持たせました。ドクター・キリコの診察室で専属医師を気取っていた日下部。彼の飲まないだろうという勝手な思い込み、妄想が A さんの自殺へとつながってしまったのです。最後に A さんのご冥福をお祈りいたします。